頭中の元山から発射された1993年の北朝鮮によるミサイル発射実験とは1993年に北朝鮮が準中距離弾道ミサイルノドン1を日本海に向けて発射した実験のこと。ノドンミサイルは5月29日に北朝鮮南東部に位置するカンボンド元山から発射されたが日本、アメリカ両政府は 本実験の公表を数日の間見送った。着弾地点は、能登半島北方 350km 付近と考えられているものの、太平洋に着弾した可能性も後に示唆されている。本実験の思惑の一つは、イランに対してミサイルの信頼性を示し、ノドンと石油の取引を行うことであった。なお、イランの視察団が実験直前まで発射場にいたとの報道もある。 発射から約2週間後の6月11日、米朝共同声明が発表され、北朝鮮は今後も核拡散防止条約を遵守する意思を示した。また、翌年の1994年10月21日、米朝枠組合意により、北朝鮮への軽水路提供が行われることになった。後の2006年のミサイル発射においても、同年10月の核実験と合わせて、欧米や、 周辺国を揺さぶり、大量の重油を得ることに成功した。これ以降の度重なる発射実験とは異なり、この実験では、国際連合安全保障理事会の招集は行われなかった。日本は技術支援をしたと強く疑われているイランに対しては、避難決議を行わなかった。デビッド・イーゼンガー、ミサイルイズテステッ,テッドバイノースコリアンズニューヨーク・タイムズ、 httpwww。e times。com。一九百九十三零六十三ワールドミサイル・イズ・テステッド・バイノース・コリアンズ。html 11 5 11。二千十一年五月十一日閲覧。一九百九十八年九月七日付。京都新聞参考。ありがとうございます。